こんにちは、小原先生です。緊急で動画を撮影しています。こちらの記事をご覧ください。埼玉県では1999年以降初めて溶連菌の流行警報が発表されました。実際の2023年の12月下旬現在、流行状況のグラフがこちらです。はい、ドン。右肩上がりに溶連菌の感染症が増加していることが分かります。コロナ流行後にインフルエンザも流行し、今度は溶連菌です。今回の動画を見ると、溶連菌感染症はどのような病気か短時間で理解ができると思います。このチャンネルでは子どもの病気などについて小児科医が解説しています。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは本編スタート。溶連菌について3つに分けて解説します。1、溶連菌とは。2、溶連菌の症状、診断、治療。3、自宅での注意事項。この順番でお話をしていきます。まず溶連菌とはについてお話します。溶連菌とは、正確には A 群溶血性連鎖球菌という細菌です。一般的に喉の感染症の原因はウイルス性と細菌性がありますが、子どもの咽頭炎の原因のほとんどはウイルス性です。しかし溶連菌は細菌で、扁桃腺炎の細菌感染症の中では最も頻度が高いことが知られています。ウイルス性の感染症には抗菌薬、つまり抗生物質が効きませんが、溶連菌のような細菌には抗生物質が有効です。ただし注目すべき点としては、この菌はどこにでもいるありふれた菌で、症状を出さないで口の中にいることもあります。つまり常在菌として口の中にいることもあるわけです。だから検査が陽性だからといって、本当にその時に悪さをしているかどうか、病原性があるかどうかは判断が難しい細菌でもあります。潜伏期間は1週間程度。溶連菌発症年齢のピークは4歳から6歳と言われていますが、大人にも感染します。続いて溶連菌の症状や治療についてお話をします。特徴的な症状は、咳や鼻水が少ない、喉の強い痛みです。また舌先にブツブツができるいちご舌という症状や、体に痛みやかゆみを伴う小さい発疹ができることもあります。溶連菌の診断に有効とされるセンターの基準というものがあります。この概論をお伝えすると、年齢が15歳以下、発熱、咳がないこと、扁桃腺に膿が付着していて、前の頸部のリンパ節の痛みを伴う腫れがあると溶連菌の可能性が高いというものです。やはり咳が少ない扁桃腺炎というのがキーポイントですね。溶連菌は基本的に喉の扁桃腺炎なのですが、重症になると症候熱という 4、5 日激しい発熱と発疹が出現する場合や、脳下疹として全身に飛び火の状態となる場合、そしてリウマチ熱や子宮体腎炎、骨髄炎といった難治で厄介な病気に変化することも稀にあります。診断ですが、綿棒で喉を拭って迅速検査を行います。おえってなるやつですね。溶連菌がいることが分かり、咽頭炎の原因が溶連菌と考えられる場合は、原則としてペニシリン系の抗生物質を1週間から10日間程度内服することが多いです。経過としては1日から3日間程度で解熱し、喉の痛みも改善することが多いです。この時に大切なポイントがあります。抗生物質の内服を途中でやめないでください。先ほど言ったように、厄介な病気になることを予防するためにも、抗生物質の耐性化を防ぐためにも、しっかり最後まで飲み切ることが大切です。抗生物質は苦味があるので、どうしても飲めない場合は小児科にご相談してくださいね。お子さんの状態を見て薬を変える場合もあります。さて最後に自宅での注意事項です。感染経路ですが、皮膚からの接触感染や飛沫感染で感染します。通常は発症後 2、3 週間他の方に感染させる期間がありますが、抗生剤を飲むと約2日で他の方に感染させなくなると言われています。ですから糖炎糖厚に関しては、抗生物質を内服後24時間以上経過して解熱して食欲が改善していれば OK です。食事に関しては喉がとても痛くなるので、熱いもの、辛いものは避けて喉越しが良いものにしましょう。具体的にはゼリーとかですかね。お風呂は発熱があっても十分に水分が取れていれば、シャワーなどで体を清潔にするのは構いません。ブツブツがあるときは控えてください。ささっとシャワーとかであれば構いません。最後に予防に関してです。子供だけでなく大人にもうつることがあります。しっかり
手洗いうがいに努めましょう。早めに受診した方が良い場合は、抗生剤を飲み始めたが4日以上解熱せず、喉の痛みも強くて水分摂取が進まなくなってきた場合です。また溶連菌感染後から2週間から4週間後に尿の色が濃い、赤い、尿量がやたら少ない、顔や足がむくんできた、38度以上の発熱が続く、関節が腫れている、お腹が痛い、頭痛など症状が出てきた場合は、糸球体腎炎やリウマチ熱などの可能性もありますので、この場合は早めに小児科に受診しましょう。さて今回は溶連菌についてお話しました。今回のまとめです。ドン。良ければ高評価ボタン、チャンネル登録、リクエスト、コメントお願いします。バイバイ。